こんにちは、マヨです。今日はデニッシュ食パンのレシピをご紹介します。以前紹介したクロワッサンの生地を使って、今回は食パン型に仕上げていきます。クロワッサンと同じ生地を使っているのに、形が違うだけで中はよりふんわりしっとりしていて、また違う感じで楽しめます。こんな感じでジャムを塗って食べるのが好きです。生地を三つ編みにして可愛く仕上げていきます。編み込み方もちょっとしたポイントがあるので、ぜひ最後まで見てね。クロワッサンと比べるととっても簡単なのでおすすめです。それでは始めましょう。この生地はすでにバターを折り込んで、三つ折りを1回と四つ折りを1回、その後冷蔵庫で寝かせておいた生地になります。ここまでの作り方はぜひクロワッサンのレシピをご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。麺棒でこんな風に押して、生地とバターをなじませながら少しずつ伸ばしていきます。伸ばしている時に生地が作業台にくっついてしまうと上手に伸ばせなくなってしまうので、打ち粉は必ずお忘れなく。それから伸ばしても縮んでしまってなかなか伸びなくなってくる時があるので、そういう時は冷蔵庫で少し休ませてください。そうするとグルテンが緩んでまた伸ばしやすくなります。冷凍庫に入れた場合は15分、冷蔵庫で30分ぐらい休ませてください。気温が高い日もバターが溶けやすくて伸ばすのが大変なので、そういう時も冷蔵庫で休ませながら伸ばすようにしてください。最終的には30cm×20cm の長方形に伸ばしていきます。伸ばし終わったら最後にもう一回冷蔵庫で休ませてください。ここで生地が柔らかいと後の成形がやりにくいので、少し休ませることで形もきれいに仕上がります。生地を冷やしたら、まずは両端をカットします。こうすると折り込んだきれいな層が見えるので、焼き上がりもきれいになります。そうしたら生地を6等分にしていきます。こんな感じで6本の帯状の生地を作っていきます。そしたら3本だけ表面に水をハケで塗っていきます。水を塗った生地の上に何も塗っていない生地を重ねて、こんな風にくっつけていきます。そうしたらこれを三つ編みにしていきます。
この時のポイントはカットした面を上に向けて編み込んでいくこと。そうすると折り込んだ層がきちんと見えて可愛く仕上がります。そうしたらこれを油脂を塗った型に入れていきます。今回は16センチのパウンド型を使っていきます。食パンの高さを出すためにこんな風に折り込んで型に入れます。30度で1時間発酵させます。1時間後、生地がきれいに膨らんでいます。だいたい2倍くらいに膨らんでいれば OK です。まずは220度で10分焼いたら180度に温度を下げて15分から20分デニッシュ食パンの出来上がり。いい香りで美味しそう。形も可愛く焼けるとやっぱり嬉しい。外はサクサクで中はしっとり柔らかい。ちょっと酸味のあるジャムを塗って食べるのが美味しいです。ぜひみんなも作ってみてね。型から外すときは気をつけて。このレシピを気に入っていただけると嬉しいです。チャンネル登録もお忘れなく。それじゃまたね。